はい、皆さんこんにちは、ペペペです。東京銀座にある洋食屋レンガ亭に行ってきました。この店、日本の方には説明いらないくらい超有名な老舗でしょうが、本当にちょいだけ説明しますと、明治28年1895年創業、明治大正昭和あと2つもあるよ。今年で128年の超老舗で有名ですが、俺は老舗の味が気になる。どんだけ美味しいんだろう。とりあえず行ってみよう。店を訪ねたら、日本人、韓国人以外の外国人も人種盛り合わせぐらいに綺麗に席が埋まりました。グローバル的人気感じます。予想はしてたけど、お値段怖っ。オムライス一皿2600円、ポークカツレツ、とんかつですよね、2600円。くー、すげーやんけー。せっかく来たことなんで、鶏ま一品でももっと食べよう。コンソメスープ、ん、洋食や本格コンソメスープなんかな。小さいサイズで900円。食べ物のお値段を考えると、このビールの値段が優しいと思われるぐらい、もちろん決して優しくない。しかし、ご自分の座ってる土地の評価額を考えると納得します。今日は食べませんよ。食べないわけじゃないけど、この動画はないです。オムライス編集中。まずコンソメスープから。このコンソメスープ、真面目すぎるっていうか、本当に作ったんかいって思う味。真面目に王道の作り方で、最初からコンソメスープを本当に作ってる。濃すぎない茶色、透明感。コンソメって作り方検索してみると、多少はおかしいって思われる作り方で、手間もかかる食べ物でも、現代社会でオリジナルレシピで作ってる店はそれほど多くないはず。今まで食べてきたコンソメスープって、大体旨味調味料だったか、旨味調味料が加わったものだったはず。コンソメスープって本物作ったらこれだよって気づかせる味。コンソメスープ化学調味料っていう公式に慣れてる俺には新鮮だった。昔はコンソメってたらこれだよって過去を教えてくれる味。現代人の舌では少々味気薄い、コクも控えめ、具材もない。自分の知らない過去からタイムマシン乗って飛んできたスープ、そのスープが味わえたことで900円の値打ちがある。正直900円だと目玉飛び出るぐらいのお値段。でもインスタントの味噌汁を、銀座だから900円ですよではないので、コンソメスープを作るプロセス、銀座などを考慮するとかわいい。次は主人公のオムライス。ハヤシライス、カレーライスとかに比べると安いラインナップのオムライス。でも星までつけてるから、まずこれからお召し上がりってことですよね。形は写真と同じ、ニュースとも同じ。中身からミンチなども感じられるけど、全面に出してない。メインは米、卵、ケチャップだけ。ケチャップも一般ケチャップより粘性あるかな、気のせいかな。家庭で頑張れば誰でも作れるって思われるようなシンプル調理法。もちろん作れないと思う。卵もペラペラ、裏面若干しっとりしてるけど、現代の調理法ではないことは確か。ど真ん中一線するとふわふわするとか、柔らかすぎてとろける食感が目立つ。そのような現代のオムライスとは距離感を感じる。その気になればいくらでもふわふわ卵作れるけど、改良もできるけど、昔の味これでいっちゃいますっていう感じ。ふわふわになる前の元祖オムライス、128年前に止まってる味、博物館に保管されたかのような味。もちろん昔よりは今の時代がもっと美味しいものいっぱいあるし、もっとコクもあり、もっとそそる、進む、やみつきになる味もあり、調理法ももっと早く、手間も省き、もっと美味しく、もっと華麗に作れるけど、味の改良を止めさせ、今まで保存してきたんだ。おしゃれして食べれる。その当時おしゃれしたかったらここ、その時代一番新しいヨーロッパのお乳、この味を求めてる人が今の時代でも多いから、ずっと店があるんだな。昔ながらの洋食屋、もちろん今食べても全然美味しい。自分の知らない、経験もない、もっと昔の過去をこの一皿で間接体験する。次はとんかつです。とんかつまで超シンプル。とんかつ、千切りのキャベツ、パセリ、終わり。テーブルにソースとからしあるけど、料理はこれだけ。これも2600円、怖いっちゃ。お肉は申し分ない。牛肉より豚肉に慣れてる韓国人からしたら、豚肉は食べてすぐ品質がわかる。美味しいとんかつっていうのは間違いない。128年の歴史、銀座、高い食べ物っていう期待感を大いに抱えてきたら、それほどではない。美味しいけどそれほどではない。おしゃれ、歴史を言いといて、うまさ、満腹感、ビジュアル、コスパとかを考えたら、
そこにポイントがある店ではない。冷凍食品の安っぽい味ではないけど、研究し尽くして最高に美味しいとんかつ極めてるの味でもない。人それぞれ好き好みもあるけど、日本領土にはここより美味しいとんかつ屋は多い。このとんかつもある時代からは味の改良を止めてるはず。とにかく現在で過去ものを見て解釈し、歴史を語り、さらに時間が経ち、さらに過去も変わるでしょう。歴史ある老舗もいろいろあるけど、この店を老舗っていう言葉でまとめちゃっていいのか。128年前、想像もつかない。歴史の長い店が残ってるだけで羨ましい。今日もごちそうさまでした。